だから岡さん、私たちは歩いて、ルスタンパシャというモスク、あんまり今まで訪問したモスクと比べれば本当に小さいモスクですね。首相によって建てられていたものになりますので本当に小さいモスクですけれども、岡さん、そのイズニクタイルで、その16世紀のイズニクタイル、イズニク赤という赤はね、その綺麗に、一番綺麗に見られている、イズニクタイルの一番素晴らしいイズニクタイルはの